エンブリオは1969年から活動しているミュンヘン出身の音楽集団である。その結成は1950年代半ばにクリスチャン・ブッヒャルトとディーター・セルファスが10歳で初めて出会った場所、抱負の頃にまで遡れる。1970年代の重要なジャーマンジャズロックバンドであり、クラウトロックバンドの中で最も接中的なバンドとも呼ばれている。 1969年に、マルチ楽器奏者のクリスチャン・ブッヒャルトとエドガー・ホフマンによってバンドは結成された。これまでに400人以上のミュージシャンがこの集団で演奏したが、チャーリー・マリアーノ、トリロク・グルトゥ、ラメシュ・ショット・ハム、マーティ・クック、ユーリ・パルフェノフ、アラン・プラス・スキン、ジジー・ニエ、ニック・マッカーシー、モンティ・ウォーターズ、マルゴル・ドロンなどが様々なタイミングで演奏してきた。 長年のメンバーは、エドガー・ホフマン、ディーター・セルファス、ロマン・文化、ウベ・ミュール・リッヒ、マイケル・ベイマイヤー、クリス・カーラー、ローター・スタール、イエンス・ポルハイトである。トン、シュタイン・シェルベンと共に、彼らは1976年に、ドイツで最初の独立レーベル、シュニー・ボールの創設者となった。バンドは1979年に、映画、バゴ・ブンデンからはねに記録されている。 バスによるインドへの9ヶ月にわたるツアーを開始した。エンブリオはジャジーナ・クラウトロックから様々なスタイルやトレンドを融合できるワールドミュージックバンドへと発展した。彼らのアルバムの多くは4大陸での集団旅行中に生まれた。バンドはインド、イングランド、ナイジェリア、日本など世界中で数多くのフェスティバルにて演奏した。2008年7月、エンブリオは TFF ルドルスタットフェスティバルでドイツワールドミュージックアワードルース2008を受賞した。1981年ミュールリッヒとベイマイヤーがエンブリオを脱退してエンブリオズディシデンテンを結成し、すぐにディシデンテンとなった。2016年3月にモロッコへと向かう途中クリスチャン・ブヒャルトは脳卒中を起こした。それ以来 バンドと共に育ったクリスチャン・ブッヒャルトの娘であるマリア、ブッヒャルトがエンブリオを率いている。2018年1月17日、クリスチャン・ブッヒャルトはミュンヘンで亡くなった。71歳のことだった。ありがとうございます。